ヒロト・ナイは、日本の元プロレースラー。2006年11月19日、海援隊ドジョチバブルーフィールドの対、高道の区戦でデビュー。2009年、同期である、滝沢博士と共に、海援隊ドジョという名のタックリーグ戦を制する。11月の後楽園、ホール大会において、試合終盤突如として、パートナーの滝沢を裏切り、モンスタープラントに、 電撃加入、ヒールターンを果たす。翌週の大会より髪を金に染め、赤いショートタイツが赤いロングパンツに変わるなど、別人のような風貌となる。ファイトスタイルもラフ殺法を多用するようになる。2010年12月25日の後楽園ホールでの、敗者ユニット離脱4ウェイタッグマッチにて、大石ママと、極視折組に敗れ、モンスタープラントから離脱。以後半ば強制的に、 大石、朝日と佐藤祐希と行動を共にするようになる。2011年4月30日、朝日、佐藤とのチームで、千葉6人、タック選手権王者決定トーナメントにエントリー。決勝で、マリーンズマスク、カジトマと滝沢博史組を破って、初代王者となる。2012年9月8日、この日より、 プロレスリングノアで開催された日テレ G ハイ総脱ジュニアヘビー級タッグリーグ戦に局史式とタッグを組み参戦。開幕戦で優勝チームの石森太志にアンドコ峠ツ志に勝利し優勝は逃したものの朝日と共に技能賞を獲得する。2013年7月14日よりプロレスリングノアで開催された日テレ G ハイ総脱ジュニアヘビー級 タッグリーグ戦に昨年と同じく、曲子式とタッグを組み参戦。その後も、限定参戦しつつ、継続参戦をアピール。単発ではあるが、朝日とのタッグで、TMDK や、ノーマーシーと対戦する。2014年1月4日、WNC 主催の第2回、デーブ・フィンレイ・サカズキで決勝に進み、ドイ・タカシを飛びつき同時目固めで破り優勝。5月3日、 プロレスリングのア、ディーファ、有明大会にて、局史式とタッグを組み、小川義成ザック・セーバー・ジュニアが保持する、GHC ・ジュニア・ヘビー級、タッグ王座に挑戦するも敗北。7月19日、3年連続で、日テレ G ・ハイ争奪ジュニア・ヘビー級、タッグリーグ戦に出場。初戦で、原田大輔クワイエット・ストーム組と対戦し、 朝日が原田からホールを奪い勝利する。しかし最終戦で、人造ロッキーロボ組に敗れ決勝進出はならなかった。2015年11月1日、カジを破り、キャリア10年目にして、初のシングル王座となるは世界ミドル級王座を奪取。また、滝沢博士、吉野幸太郎と共に赤党派を結成し、打倒強圧を目標に掲げている。 2016年3月26日、結婚を報告。地元大阪への転居が発表。レギュラー出場は4月29日までとなる。5月20日、大阪転居後初の試合として、道頓堀プロレスに参戦。以降は、道頓堀プロレスと、軽土城大阪大会を中心に活動。2018年5月6日、海援隊土女千葉ブルーフィールド大会における。 ビスタカ道の区、カジトマト組戦を持って引退した。ありがとうございます。